ヒーハー。はい、それではブロックオリバー開封していきましょう。はい、ガチレアのアスタロトですね。ちょっとブロックオリバーが折れました。めくるときに折れてしまったっていう感じです。はい、絶命人ですね。サイバー人間買ってない人でもデッキ買えば確か持ってるような気がしました。はい、アゼルデア。そしてこちらが、シークレット、百蛇砲。はい、では紹介していきます。はい、デスメタルですね。これ結構強いですね。ハルトマンが入ってました。いいですね。強いカード入ってますからね。たまにっていう感じ。お、デストラクション。いいですね。デストラクション強いですからね。エターナルアンセン。お、ディエル、あ、ガエルガ、ゴルガ。結構強いんですよね、ガエルゴルガは。打撃3ですからね。はい、エンシェントワードのこれはあれです、ね、バンのやつ。はい、デスゲイズ入ってました。はい、結構レアなマグマノバなんかこれオーズに見えません？ちょっとオーズっぽく見えたわ。仮面ライダーオーズ。おお、バリバリぶっちぎりっきり。はい、リューラ、バーン手法。ソロモンの盾入ってるんかい。はい、てかこれ入ってたんですね。ストラクか何かですかね。キラキラの。おお、 DBG。 はい、フォーゲルいいっすね。テラフォ。グレイプニル入ってます。レッドバロン。おお、聖騎竜の盾、これはいいっすね。おお、そしてブーメランドラゴン、マジか、嬉しいわこれは。はい、嬉しいっす。はい、という感じでした。まあまあ個人的に嬉しかったですね。石油入ってたのとブーメランが入ってた、これは嬉しかったです。あとフォーゲルと DBG が良かったですね。はい、でなんかぶっちぎりっきーが入ってました。はい、それでは、次は多分 DM 開封するんで次の動画を楽しみください。じゃあご視聴ありがとうございました。ておい。